セラミックの電気温灸器と、セイリンから出ております。これもう買ってだいぶなるんですけど、もうとっても便利です。ボタンを押せばその設定した温度に、今ピッピピって言ってますよね、この設定した温度にだん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 もう本当に早い時間で上がってくれます。温度を上げたい時にはこのプラスの方向を押していただくんですね。で下げたい時はマイナスに押せばいいという、ただもうこれだけです。あとボタンを押すだけですから、もうむちゃくちゃ簡単ですよね。でこれ今55度にしてます。結構僕55度で使うことが多いんですけど、例えばあの眼精疲労の時はこれでこう、あの目の塩粒はありますよね。例えばあの生命とか三竹とかですね、陽白とか、太陽とかですね、それからあの、動脂量とかですね、小球四白この辺とかですね、パチッとこうなるぐらい、あのお肌が優しい人はこの55度じゃなくてもっとこう温度を下げて45、6度とかですね、10度ぐらい下げてやってもあの結構いいかもしれません。こう頭の中やるのにもとてもいいんですね。お灸する、お灸を結構することあるんです。お灸すると髪の毛焼いとかなきゃダメですから、まあ、患者さんでもこうやって良さそうなところ、例えば木曽とかですね、目にいいですよ。木曽をこうやってみたりとか、こめかみあたり気になるところ、こう例えば圧痛点探してこう、あ痛いな、ここやここは辛いなって、これ眼精疲労かなみたいなところでも頭痛したりとか、そういう時でもこれでこうやってしばらく温めてやると、まあ、それでもいいと思います。まあ痔の治療とか肩こり首のこり、そういう時には百会をやるんですけどね。これ百会って言ってもそのまあ耳からこうまっすぐ上がって鼻のこの正中線、これをずれなければ少々ちょっとぐらい後ろに行ったって前に行ったってそう構いませんので、そこをこう、じわっとこうやってるとなんかツーッとこう感じるところがありますから、そういうところをやるとまあお尻の調子が良くなったり腰の痛みが楽になったりとかですね、そういうのは鼻の症状、鼻が痛くなったりとか鼻水とか、この鼻の症状っていうのは、この上声とか神経あたりでこう探っていくとなんだか痛いなとかですね、ちょっとこれ少しギュッと押さえてもらっても使えますので、そういうのでこう押さえて、あここだなと、特にですね鼻の場合はこう強くこう手前からずっとこう押していくんですよ。ギュッギュッと押していくんですけど、でツーンとこう鼻に抜けるような痛みがあったら、そこをちょっとこうそこのところこう、まあ、熱刺激ですね、温灸してみてくださいと鼻の症状がスーッとこう取れたりしますので、意外と簡単に使える、まあセラミックの、ここセラミックってここはセラミックなんですね、の電気温灸器という紹介でした。